お久しぶりにですね、怪奇、意味がわかると怖い話たちをちょっと今やってたんですけど、この夏休みの思い出のはずかっていうのを今ちょっと久しぶりにね、やったんですけど、まさかの録画できてなかったということで、でもこれちょっと次のがすごい気になってたんですよ。この携帯動画の映像。ちょっと今回はね、これをやってって、もしまたね、やる機会があったら夏休みの思い出のはずかやっていこうかな。ということで、じゃあ今回、気になってる。あ、なんかまたこういうスケベなの出てきたぞ。ってことで、じゃあやってってみよっか。これ絶対もうタイトル的にすげえ怖いでしょ。携帯動画の映像。え、これ実際に映像流れたりすんのかな？今となってあまり気にしてないことなんだけど。当時は死ぬほど怖かった話。新しい携帯電話買ってもらったんです。当時は新機種のやつ。これだから学生さんのお話かな。その帰りに SD メモリーカードも買ってもらって。あ、SD カード入る感じのあれなんだ。スマホなんだ。気分はふわふわで帰宅で携帯をいじる。なんか新しい携帯買った時ってさ、いじるのめっちゃ楽しいよね。ふといじっていると SD カードに記録するように。うわぁ、これ急な広告すげえびっくりするんだ、これ。ビデオカメラボートで録画すると、10分ぐらい録画できることがわかり、それを使ってゲームの画面とかテレビ番組とかを録画して、一人ではしゃいでいた。そんなこんなで12時くらいになって、そろそろ寝ようかなと携帯を机の上に置いて、ベッドに入ったんです。でもあまりにも興奮してたのか、ビデオカメラボードを起動させたまま、寝てしまっていたみたいで、机の上に置かれた携帯は、自分の寝ていたベッドの横を映すようになってたんです。これでなんか映ってた的なお話？携帯を閉じずに、L みたいな感じで置いてた。え？ L ってどういうことなのこれ。どういうことなのこれ L みたいな感じって説明がわかんないんだけど。あ、立てかけてたってことかな。朝起きてそれに気づいてさすがに電池は切れてた。壊れてたりしてないか確認して充電器の上に置き、朝ごはん食ったり顔を洗ったりしてるうちに充電が完了してたみたいなので、学校で友達とカメラで遊ぼうと携帯を持って学校へ。で、昼休みに友達と携帯でカメラを撮り合ったりしてふざけていると、ムービーフォルダに昨夜の夜の動画が保存されてたんです。かっこ電池切れると勝手に保存する。ああ、一応保存はしてくれるんだ。自分の寝てるところを見ても仕方ないしな。と思い消そうと思ったんだけど、友達が何撮ったんだよって言ってきたので、誤解を晴らすため、とりあえず見ることに。最初の4、5分は、永遠と自分の寝ている動画が映されているだけで、正直つまらない場面。それで自分が深い眠りについた。6分が経ったくらいに、動画に変が起こりました。自分の部屋のドアは横に引くタイプで、猫でも開けられるくらい軽く引くだけで、開くものでした。ああ、横にガラガラってやるタイプなのね。そのドアが、ズズズッと横に開いたんです。でも自分はペットの猫が開けたんだろうと思い、そんな気にも留めませんでした。ところがその猫がなかなか姿を見せず、どうしたんだろうと動画を再生し続けていると、また広告か！これちょっとびっくりするからやめてほしいな、この広告。突然、その開いたドアの隙間から、舌が出てきたんです。あれは紛れもなく舌でした。どういうこと？口の中にある舌。非常灯の暗い電気の下で確認できるくらいはっきりと。その隙間から舌だけが上下に動いてたんですって。どういうこと？それは20秒くらいの間ずっと。ペロ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 。と、隙間を上下に行ったり来たり。正直その時は友達と一緒になって顔面蒼白。言葉も出ずただただ動画を見てました。しばらくそんな状態が続いた後、携帯のランプが点滅し始めました。電池の残量がわずかになると点滅する。その光に気づいたのか、その下を動きを止め、スーッとドアの奥へ引っ込み始めたところで、電池は完全に切れました。今思うと惜しいことに、その時はよほど怖かったらしく、
速攻その動画を削除しました。あーもう今はないんだ。それを見てしばらくは遠くに行った兄の部屋で寝てましたね。ものすごく怖かったので、こんな感じの人が出てくるなんて馬鹿らしい話ですが、友人も確かに見たんです、その動画を。怖すぎない、それ。でもさ、舌って何、どういうこと、人間の舌が何、空中で何、上下になんかそのペロペロペロって何動いてたってこと。そんなん見ちゃったら、でも確かに当分自分のお部屋でも年齢できないよね。うわ、怖い。でもなんかその映像とか実際にあったらね、結構面白かったのに。ということで、じゃ次回ね、また、今度じゃドッペルゲンガーをね、やっていこうと思います。ということで、ここまでご視聴いただいた方、ありがとうございました。